逆説の十箇条。これ数字を読む。逆説の十箇条。エナメルをスッと塗って、1、人は不合理で分からずやでわがままな存在だ。それでもなお人を愛しなさい。2、何か良いことをすれば隠された利己的な動機があるはずだと人に責められるだろう。それでもなお良いことをしなさい。3、成功すれば嘘の友達と本物の敵を得ることになる。それでもなお成功しなさい。4、今日の善行は明日になれば忘れられてしまうだろう。それでもなお良いことをしなさい。5、正直で率直なあり方はあなたを無防備にするだろう。それでもなお正直で率直なあなたでいなさい。6、最大の考えを持った最も大きな男女は最小の心を持った最も小さな男女によって打ち落とされるかもしれない。それでもなお大きな考えを持ちなさい。7、人は弱者をひいきにはするが勝者の後にしかついていかない。それでもなお弱者のために戦いなさい。8、何年もかけて築いたものが一夜にして崩れ去るかもしれない。それでもなお築き上げなさい。9、人が本当に助けを必要としていても実際に助けの手を差し伸べると攻撃されるかもしれない。それでもなお人を助けなさい。10、世界のために最善を尽くしてもその見返りにひどい仕打ちを受けるかもしれない。それでもなお世界のために最善を尽くしなさい。